アルベール公園はギリシャに生まれフランス語で執筆したユダヤ系の小説家、詩人、劇作家及び政治活動家。1968年発表の選ばれた女でアカデミーフランセーズ小説大賞を受賞。また、シオニズム運動の指導者ハイム・バイツマンの養成によって新フランス評論が創刊した文芸誌ユダヤ評論の編集委員。 国際連盟におけるシオニズム運動の代表、国際労働事務局職員、国際連合特別機関代表を歴任した。アルベール公園は1895年8月16日、アブラハム・アルベール公園としてギリシャのコルフ島に生まれた。父はロマニオットで、石鹸職人、父方の祖父はコルフ島のユダヤ社会の指導者であった。母はイタリア系ユダヤ人で、 母方の祖父は、王家の交渉人であった。公園が生まれる4年前の1891年4月、コルフ島のユダヤ人居住区で8歳の少女ルビーナ、サルダの残殺死体が発見された。杉越祭りの直前のことであったため、少女は養子に出されたキリスト教徒の娘であり、その生き地をユダヤ教の儀式に使うために殺したのだという噂が、流れ、 かねてからくすぶっていた反ユダヤ感情が爆発した。暴動が頻発し、欧州全土に広がる勢いであった。この影響でユダヤ人は亡命を余儀なくされ、数年の間にユダヤ人の約3分の一がコルフ島を離れることになった。公園一家も1900年にマルセイユに移住した。公園が5歳の時であった。その後、 彼がコルフ島に戻ったのは一度だけ、13歳の時に割る、密話を受けるためであった。それでもまだ戦前には2000人以上のユダヤ人が住んでいたが、戦後、強制収容所から生還したのはわずか180人で、現在、コルフ島には、もう、公園を名乗る者はいない。ユダヤ人は60人ほどしかいないという。81歳の時に表した、自伝小説、ああ あなた方、同胞である人間よで、10歳の誕生日の出来事を、初めて詳細に語った。ある露天商に反ユダや主義的な言葉を浴びせかけられ、他の大勢の客からも嘲笑され、追い払われた事件である。10歳の子供が、大人の言葉の暴力や言われのない憎しみに直面し、理解に苦しみ、狂気の縁に追いやられながら、それを表現することもできないまま苦しみ続ける様子を、 描いた、この作品は、シャルリー・エブド襲撃事件で同僚を失った、風刺画家リュズが、同名の著書で画によりこれを表現したことで、再び注目を浴び、ユダヤ芸術歴史博物館などで特別展、開顧展が開催された。初等教育は、カトリック系の学校に通い、1904年に、ティエール中等教育学校に入学。学友のマルセル・パニオルとは以後、 それぞれ異なる境遇にありながらも生涯にわたって友情を育むことになった。1913年、バカロレアをローで取得した。翌年1914年、ジュネーブに移住。1917年に法学士を取得し、さらに文学部に進んだ。1919年にスイスに帰化し、牧師の娘エリザベット・ブロシェと結婚。1921年に、 一人娘のミリアムが生まれた。エリザベットは、リンパ系の悪性腫瘍により1924年3月23日に死去。その後出会った女性で、小説、ソラルを書くきっかけとなったイボンヌイメールも1929年6月23日に、心停止で休止した。公演の作品は死を扱ったものが多いが、このテーマはしばしばこうした。 度重なる不幸との関連で論じられている。1919年に、東園の者から誘いがあって、アレクサンドリアで弁護士の仕事を始めたが失敗に、終わり、ジュネーブに戻った後、プロテスタントの家庭に育った妻エリザベットに、ユダヤ教の話をしたことをきっかけに詩を書き始め、1921年に詩集、ユダヤの言葉を発表した。東園、 ジュネーブの午後と題する評論を文芸誌、新フランス評論に送ったところ、編集長、ジャック・リビエールに高く評価された。リビエールはジュネーブまで出向いて、公演に会い、今後彼の小説5作を出版するための契約を締結したいと申し出た。また、この後、公演のシオニズム運動を支援したのもリビエールである。この一環として、シオニスト運動の指導者、 ハイム・バイツマンの要請によって、新フランス評論が1925年に創設した文芸誌ユダヤ評論の編集委員を務めた。ジークムント・フロイト、アルベルト・アインシュタインも編集委員であった。これと、並行して国際連盟のシオニズム運動代表を務め、ついで国際労働事務局職員として、難民、無国籍者の自由な移動のための査証の導入に尽力した。 国際連盟は1944年、国際労働事務局は1951年に辞することになるが、一方で執筆活動を精力的に続け、1930年発表の最初の小説、ソラルで名声を博した。この作品は、くぎくい男、選ばれた女、マスラオどもと合わせて公演の四部作とされる。1930年には、議曲。 エゼケルも発表され、1933年にコメディフランセーズで上演された。この頃、旧オスマン帝国出身のセファルディムによって1916年に結成されたジュネーブセファルディム友愛団体に加入した。マリアン・ルゴスと結婚し、最初の妻との間に生まれた娘ミリアムと3人で暮らし始めた。マリアン・ルゴスも最初の妻と同様にプロテスタントであった。 一家は公演の執筆活動のためにジュネーブからパリに移住したが1940年にナチスドイツ軍がフランスに侵攻するとボルドへ、ついでロンドンへ逃亡した。ロンドンで自由、フランスを結成したシャルル・ド・ゴールに出会い、ハイム・バイツマンの代理としてイスラエル支援、ユダヤ機構の政治局顧問を務めた。シオニズム運動の一環として1929年に 設立されたイスラエル支援、ユダヤ機構は、シオニズム運動を資金的に支え、イスラエル国家の建設を支援し、イスラエルと世界各国のユダヤ人社会の関係を強化することを目的とし、当時は事実上のイスラエル暫定政府として機能していたが、公園は特に各国の亡命政府とナチスから逃れてきたユダヤ人との協力関係の樹立において重要な役割を果たした。 また、1944年から、フランス、英国、米国の難民支援政府官委員会の、ホーム顧問としても活躍した。この頃、娘、ミリアムを介して知り合った、ユダヤ系英国人女性、ベーラ・ベルコビッチと結婚し、戦後、一家で、ジュネーブに戻った。戦後、1947年から57年までは、国際連合の特別機関の代表を務めた。 1948年にイスラエル大使に推薦されたが、友人でベルギー首相、欧州連合の父のポール・アンリス・パークに立派な大使になれる人間は何人もいるだろうが、アルベール公園は一人しかいないとして、この申し出を断るように説得された。こうした政治活動により、小説の執筆は遅れがちであったが、1943年に母がマルセイユで、 心停止により死去した後、翌年にかけて、レイモン・アロン主催の自由、フランスに発表した死の歌と題する4編の作品をまとめた、我が母の章1954年に出版している。母の愛に応えることができなかった、不甲斐なさを浴びるために書いたという本書は、自伝小説だが、同時にまた、ユダヤ社会における母性の二面性や母、息子関係を追求した作品でもある。 再び執筆活動に専念できるようになったものの、現著千1000ページ以上に及ぶ自作、選ばれた女が発表されたのは1968年のことであった。ケファリニア島生まれのユダヤ人で、国際連盟事務次長のソラルと貴族ーブルケの血筋を引く美貌のアリアーヌの恋愛を描いた、この大河小説を、小説家のジョゼフ・ケッセルは、文句なしの傑作と絶賛し、フランソワ・ヌーリシエは、 各文化で、各世紀に生まれる十作ほどの作品の一つであり、失われた時を求めてに匹敵する作品であると評した。また、ソラルは、モリエールのドン・ジュアン、スタンダールの小説、赤と黒のジュリアン・ソレル及び、パルムの総員のファブリス・デル・ドンゴの系譜に連なる人物であり、この作品は、当時の主流であったヌーボーロ,ーロマンが完結で、 客観的な描写に徹したのに対して、逆に、ロマネスクで、バロックで、いかなる流派にも属さない、独立した地位を確立していると評価された。選ばれた女は1968年のアカデミー・フランセーズ小説大賞を受賞した。ダビド・フェンキノス、ジョエル・ディケールなど多くの若手作家がこの作品の影響を受けている。公演の故郷コリフの旧市街本作品はまた、 たびたび二極化され、公演が生前、乗り気でなかったにもかかわらず、2013年にグレニオ、ボルデール監督により、映画化されたが不評であり、公演の家族の代理人が、自由な解釈による作品であることが、せめてもの救いであると批判した。1981年10月17日、ジュネーブで死去、去年86歳、ベイリエのユダヤ人墓地に埋葬された。 公園は同年、ヌーベル・オブセル・バトゥールに最後の記事を発表し、また、個人的な書類は全て破壊したという。コルフ島の公園の家は、ドイツ軍に破壊され、壁だけが残った。アルベール公園記念財団ともの会が、ここに銘板を設置した。ありがとうございます。